こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、紫外線でレンズカラーが変化するホヤサンティックというレンズをですね、ご紹介したと思います。紫外線で色変わるということなんですが、俗に今よく言うような超光レンズっていうんですよね。この手がね、すごくこれから今室蘭地方もですね、北海道室蘭もですね、昨日まで本当に天気悪くて、本当に霧かかったり、こう霧雨降ったり、ほとんどこう太陽が出ない日がもう何日も続いたんですけど、今日は久々にですね、ちょっとこう日差しが出ました。これからこういう季節がまた日差しが出る機会が増えると思いますので、その時ねこのレンズすごくおすすめのいいレンズなんですよね。紫外線でね色本当変わるんですよね。こういうようにですね、ちょっと分かりますか、ちょっと大きくしますね。日差し強いところでは主にですね、色がグレーとブラウンとグリーン、3色、この本当にサングラスカラーですね。こういうサングラスカラーのこういう色ございます。このほかにですね、サンティックミスティーといいますか、極端に濃くない色なんですよね。これ女性向きなんですが、どちらかというとこう男性でもいいんですけどね、こういうグレーもありますんで、極端にこうサングラスっぽくはならないという、サンティックミスティって言いましてね、これホヤだけしかこうないこう色合いなんですよね。そしてこういうふうにですね、色がこういうふうに変化するんですよね。日中の本当にこう日差しが強い時はこういうもう濃くなんですよ、極端に。で少しこうあれですね、若干こう薄曇りっていうんですかね、こう日が出たり、そういう時は極端に濃くならない。そして木陰に入ると少し薄めになるっていう。であと室内に入るとこういう本当にほとんどこう無色に近い感じになっちゃう。そういう紫外線の量によってこう変化するっていう、そういうメガネなんですよね。ですごくですね、目のためにもですね、目の健康にも配慮したレンズなんですよね。紫外線の A 波 B 波もカットするっていう、そういう眩しさも当然こう軽減してくれるっていう、そういうレンズでございますので、ぜひこういう度付きも全部できますので、遠近両用からですね、全てそういう対応できますので、どうかよろしくお願い申し上げます。